皆さんこんにちはこのウェビナーは「企業が今すぐ動画内成化に取り組むべき理由」と題して動画内成化を検討している方そして動画内すでに動画内成化に取り組んでいるけれども課題を抱えている方のお悩みを解決する内容となっております。今回は第6回「動画内成化と成果検証」で大切なポイント5つのポイントについてご紹介いたします。随時チャットボックスの質問にも答えていきますので是非コメントいただけますと幸いです。 私はアドビでビデオ製品のマーケティングを担当しております田中と申しますそして今回も講師を務めていただくのは株式会社コタツの安倍隆さんです安倍さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします第5回に続きよろしくお願いいたしますそしてもうあっという間に最終回ですね、はい、今日6回目あっという間でしたね,ねはいはい、ありがとうございますではですね、はい、えっとまず安倍さんの自己紹介をお願いできますでしょうか はい、えー、ただいまご紹介いただきました株式会社こたつ代表取締役安部隆と申します。えー、今日は四国うどん県ですね、香川県からオンラインで配信させていただいております。動画内製化のビジネスとは別に香川短期大学というところでデザインアートコースですね、非常勤講師として学生に授業を受け持っています。会社の概要欄、概要に関してはウェブサイトの方をチェックしてくださいはい。 えー、私がですね、えー、なぜ、えー、動画内製化のお話をアドビスセミナーでさせていただくかというと、個人事業主から1000人以上のスタッフさんを抱える所属企業まで、えー、幅広い企業の内製化支援を行ってきたという経緯があります。えー、大体期間がですね、えー、もう一度内製化支援入りますと、1か月の短期から1年くらいの長期支援、支援期間の平均は大体3か月。 地級あたりの内政化を受ける人数は3人から8人ですね。コロナ以降、人数がちょっと減ったっていう感じはあるんですけども、サービス開始から約100件の支援を実施しまして、現在は4人のチームで各企業の内政化の支援をしているという状況になります。はい。はい。で、えっと、全6回で話すことに関しては、ウェビナーで えー、話す内容はブログの内容に沿って話していくことになるんですけども、質問を受け付けておりまして、えー、その会の内容を問わずですね、えー、随時答えていくの形を取ってますので、どうしどうしご記入いただけたらなと思います。えー、質問が取り扱ってもらえなかったと、えー、皆さんに見られる内容の質問じゃないかなという、直接聞きたいなという方はですね、ウェビナーの最後に、えー、私どものお問い合わせ先掲載しますので、そこからコミュニティお話しいただけたらなと思います。はい、以上です。はい。 ありもともと、はい、はとか今もそうですけども動画,せ動画の、ね、プロとして動画の映像制作の会社としても請け負っていらっしゃるのでもともとはそこから今動画内製化のコンサルだったりをされていらっしゃると思いますので、まあ、その制作のね Tips だったりとかそういうところの質問でもあのお答えいただけるんじゃないかなと思います。 えと最後にブログの内容に沿ってあのお話ししていきますというお話ありましたけれども実は昨年の11月くらいからですかねえとアドビブログというところでえとアドビの ごめんなさい動画内成化の、えー、と連載を掲載していただいておりました昨年の11月から半年かけてですねでこれに沿ってこのウェビナーももうすでに第5回行っておりますで今日がこの第6回の動画内、えー、と第6回動画内成化と成果検証で大切な5つのポイントというものを、えー、とご紹介させていただきます。 いつもあの第6回から初めて見るんですけど大丈夫ですかというお問い合わせいただくんですけども、えっと、それぞれのテーマに沿っていますので,で第6回から見ていただいてももちろん大丈夫ですし今までのウェビナーのアーカイブもですね、えっと、Adobe の YouTube のサイトで公開しておりますので是非アーカイブもご覧いただけたらと思います。で今日のこの第6回も、えっと、アーカイブはありますのでもし見返したいなんていう方がいらっしゃったら是非ご覧ください。 ではですね、えっ、ー、と第6回に入る前に、まずは第5回の振り返りを簡単に行いたいと思います。えっ、ー、と前回は、えっ、ー、と動画内製化と編集アプリについて、ご紹介いたしましたが。こちら安倍さん、改めて簡単に。振り返りをお願いできますでしょうか。はい、はい、そうですね。ええー、動画編集アプリで、皆さんがやっぱり。注意すべきところっていうのは、注意というか、お注目度が高いところは、は無料か有料かみたいなアプリですよね。 え、課金なんて言葉が今流行ってますけど、えー、有料か無料かというところ。で、そのアプリに対して、えー、どのデバイスで編集するかというのは、えー、スマートフォン、タブレット、PC と、PC でもデスクトップのノート分かれますよと。で、それぞれのですね、シチュエーションで、えー、適切なアプリ、えー、編集、パソコン、 これはですね、ちょっとテストしつつが理想ですよという話もさせていただいたんですが、選択肢が多い分にですね、慎重に選んでいくと。で特にまあ無料でね、えー、検証できるポイントというか、えー、ところがあれば、えー、無料アプリとかね、無料体験機関みたいなのも設けてるアプリもありますから、ぜひ、ね、その期間内でテスト的に触っていただけたらいいんじゃないかと。そんな話をさせていただきました。はい、はい、そそうですねして まさに Adobe で扱っているその動画のアプリケーション製品としてプレミアラッシュ、プレミアプロというものがあるんですけどもそれの違いだったりどのようにその使っていけばいいかということを簡単にご紹介させていただきましたのでまだご覧になっていなくて、えー、と見てみたいってい方がいらっしゃったらアーカイブぜひご覧ください。はい、ということを第5回にお話をしましたが今回第6回最終回は 動画内成果と成果検証で大切な5つのポイントについてご紹介いたしますでは早速ですが安倍さん、えー、とお願いできますでしょうかよろしくお願いしますはい、えー、そしたら、えー、こちらですねスライドが切り替わって成果検証で大切な5つのポイントということでお話をしていきますはい。でまず5つのポイントを先に述べますと1番号から5番号まで書かれております 視聴回数よりも視聴者自立、動画が表示保持される回数、インプレッション数。で、そのインプレッションに対するクリック率、視聴回数からわかること、チャンネル登録ということで、順を追って説明させていただきます。 はいえまず、ですね成果検証で大事なポイントとして、皆さん、ですねあの動画アップロード先としては、まあ、主要 SNS が多いのかなと思うんですけども、基本的には考え方は同じです。で、YouTube がですね一番まあ分,分,分析とか、ですね、えー、成果検証っていう意味合いでは、えー、触れる数字が多いので、まあ、YouTube 中心にちょっとお話ししていくか形になるかなと思います。はい1つ目ですね、えー、視聴回数よりも視聴者自立というふうに書かれております。 えー、視聴者維持率とは何ですかというふう,なあふうに聞かれそうなので、前回って答えますと、えー、動画がですね、えー、動画の視聴者が、えー、どれくらい維持されているか、視聴数が、視聴者数がどれくらい維持されているかっていうのを示しているという形になります、えー。YouTube の場合ですね、視聴回数が多い動画が一貫して視聴者維持率が高い傾向があるということが言えます。まあえー、要するにですね、 えー、視聴者維持率が高い動画、まあ。要するに視聴者が最後まで見ている、見てくれる動画というのは、えー、Google とか YouTube の評価が高い傾向があるので、視聴回数が、えー、増えると、まあ。視聴者維持率が高いと you、YouTube、え、内、ー、Google 検索とか YouTube 検索で露出するみたいな感覚で思っていただけたらいいかなと思います。なので、評価が高いと視聴回数が多くなるという、ね、結果なんですけども、こちらの皆さんですね、YouTube すでに動画アップされているか方は、 管理画面である YouTube Studio というところから無料で誰でも確認することができますので、ね、ぜひチェックしてみてください。はい。で、えっと、どういうふうに見るかといいますとですね、えー、こちら、あのー、私がですね、GoPro について述べている動画なんですけども、えー、グラフのですね、えー、大体真ん中ほど下側にですね、山があると思うんですよね。 私が述べているグラフの内容に対して、こう起伏があって、ここの注目度が高いと。えー、例えば100人視聴したら、まあ、89人が、えー、チェックしている部分というふうになります。なので、まあ、ここに注目度が集まっているということなんですよね。でえっと、ということは、えー、このグラフを拡大しますと、えー、ここに注目度が集まっているということは、まあ、次に作る動画のお形としては、えー、ここをさらに掘り下げる 企画っていうのが、まあ、まず検討できるかなと思います。立案できると思います。で、もう一つは、この前段部分ですね。4分以前のところに関しては、これ必要だったのかっていうことが、えー、考えられるかなと。この2つの企画はないあの、このグラフを見ることによって立ちますよっていうのが、この成果検証のやり方の1つのポイントかなと思います。で、左上側にですね、タイプと書かれてます。視聴者自立とですね、 相対的な視聴者自立というふうなのを、えー、分けて、えー、YouTube 内は見ることが実はできますので、えー、一般的な視聴者自立というのは皆さんの動画のグラフを計測するとで相対的な視聴者自立というのは皆さんが作っている動画と同じような内容で同じなような長さの動画に対して、えー、よく見られているかどうかというのを表します、まあ、この私の動画であれば、えー、この上側の、まあ、高いというところに行ってますから まあ相対的には割と見られている方だよということが言えるという話です。で一般的な動画に関してはですね、えー、グラフが右肩下がりになることが多いです。まあ、大体ですね、えー、普通にこう、なんかの紹介動画みたいなのをアップしてですね、えー、放置しておくと、まあ、1ヶ月後ぐらいにこういうグラフが取れます。まあ、なので、これが基本スタンダードで、こちらのですね、 こういうグラフが取れたときは、あ、ここ注目度が高いんだみたいな成果検証ができるということでご理解いただけたらなと思います。はい。二、えー、つ目ですね、えー。動画が表示される回数、インプレッション数というふうに書いてます。 ちょっとね、ここからかなり難しいお話が続きます。インプレッション数とはですね、視聴回数稼ぐには、皆さん動画アップしたら、みんなに見てもらいたいと思うと思うんですけども、動画を見てもらうにはですね、まずサムネイルを視聴者に見つけてもらう必要があるんですね。で、えっと、そのですね、見つけてもらう作業にじゃあフォーカスしようっていうことで、 インプレッション数、まあ、表示回数ですね。皆さんの動画がサムネイルとして、えー、何かしらの SNS に表示される回数のことを指します。えー、視,聴者が視聴者が動画を検索したりとか、えー、さらには視聴後、えー、あるいは視聴中にですね、えー、パソコンであれば右側、スマホであれば下側にですね、えー、関連動画が表示されると思います。この関連動画で皆さんの目に触れることを、まあ、サムネイルを見つけることインプレッションと呼びますので、 このインプレッションを稼ぐにはじゃあどうしたらいいのかという話になると思うんですけれども、えー、まあこのような形ですねインプレッションを増やすには ABC と書いてます外部サイト YouTube 検索関連動画ですね外部サイトというのは皆さんのホームページ会社ですね会社のホームページとか SNS とかに積極的に投稿を掲載しましょうねという話2つ目は Google 検索、YouTube 検索、同じで考えてもらって大丈夫かなと思います。検索したときに皆さんの動画が検索結果に表示されるかどうか。C、関連動画ですね。動画視聴中のページ、視聴後の候補として一覧として表示されるかどうかということになります。これをですね、網羅的にこう対応すると、対処すると、インプレッションを増やす、インプレッション数を増やすことにつながりますという話です。じゃあ、どこをいじるんですかという、あえっとですね、 関連動画というのがちょっとわかりづらいかなと思ったので出しておりますけど、YouTube パソコンで表示する場合、見る場合というのは、左上側になりますかね、動画のプレイヤーが映ってますけど、右下にこの関連動画が表示されてます。ここに掲載させていきましょうねっていうイメージを持ってくださいということです。 はいで、えー、動画が表示される回数、インプレッション数を増やすには、どこをじゃあ見直していけばいいのかというところで、こちらの第4回だったと思います。えー、3回かな ?3 回でもご説明させてもらったんですけど、えー、タイトル、説明文、タグ、ハッシュタグ、ツイッター、インスタグラムは特にここ、ハッシュタグめっちゃ大事ですよということで、去書きしてます。で、プラス、えー、YouTube の設定の場合はサムネイル、この5つのところを検証していきましょうね、見ていきましょうねという話になります。 え皆さん、この YouTube Studio という画面でえ皆さん誰でもできます。YouTube のチャンネル持ってる人なら誰でも見ることができます。で、えっと、この画面に来るとですね、タイトルが一番上の赤枠、真ん中の説明文が真ん中の大きい赤,赤枠、ハッシュタグは青枠で囲っていますで。サムネイルは、えー、下側ですね、えー、今あの、画像が囲われていると、囲まれていると思うんですけども、こちらがサムネイルの設定になります。 はい、タグに関してはさらに下側ですかね、えー。YouTube Studio の下側にタグと書かれたところがあって、こちらはですね、えー、網羅的に埋め込んでいくと、えー、タグの設定ができるというふうに書かれます、ねえー。文字数で言うと500文字までだったかなと思います。で、このあたりですね、えー、動画 SEO というふうに言われる部分になりまして、えー、この今ですね、チャット欄に URL が記載されているかなと思われますが、えー このです、ね、ツールを使うことによって、えー、先ほどお見せしたタイトル、説明文、タグがです、ねえー、数値、まあ、100点満点の点数になって、こういうふうにしたらいいんじゃないですかってガイドをしてくれる、えー、ブラウザのプラグイン機能になります。これを活用することによって、どういうふうにしていったらいいのかっていうのをガイダンスしてくれる役割を持っていますので、ぜひ試してみてください。無料ツールでそこそこのことをしようと思ったら課金されるような仕組みになっています。 はい、今、はい、えと次に行く前にちょっと質問が来ていて、はいまあ、これ答えがあるかっていうのはあると思うんですけど視聴のやっぱり母数が少ないとデータの信憑性が低くなると思うと思うんですけど、はい、まどのくらいの主張、えー、数字があると、まあ、データとしての信憑性が<ー>有効と言えますかっていうの何か感覚的にありますでしょうか。いい質問ですねだいたい100 1>, 1回一緒を超えると、この辺りのグラフが出てくる感じですかね。おそらく数回とか数十回レベルだと、YouTube としてもあの表示するものがありませんって出ますし、でまあ、回数と別に日数ですよね。まあ、1週間ぐらい経たないと、数値としてはちょっと見れる数値じゃない、データじゃないんじゃないかなという,ふうな感覚を覚えますので,で、期間としては1週間、うん、前後ぐらい空けてで、数値としては100 回視聴数ぐらいから、まあ、データ見れる感じになるのかなと思います。なるほど、まあ、そもそも少ないと、データが。そうですね。まあ、あの、はい、できませんっていうふうに出てくるっていうことですね。なので、まあ。はい、ま,あ100まずはそうですね、百回目指して、えっ、ー、と、やっていっていただくと、まあ、それ以上。まあ、もちろん多ければ多いほど、信憑性は多いとは思うんですけども、うん、まあ、それを上げるためにも。 まあインプレッションだったりとかを多くするって、ね、いうところにはつながってくるのかなと、はい思います。ありがとうございます。はい、はい、では次にいきましょうか。はい。はい。次ですね。えー、そのインプレッションに対してクリック率です、えー。先ほどまではですね、タイトル、説明文、本文とかタグとかいじってくださいよって話したんですけど、えー、こここの三番号インプレッションクリック率に関しては。 主にサムネイルをきちんと正していきましょうねというお話になります。インプレッションクリック率とはですね、まあその名の通りなんですけど、表示されたサムネイル、動画のサムネイルですよね、サムネイルに対して、どれぐらいクリックされたかという割合を示すような数値になります。このですね、インプレッションクリック率というのは、サムネイルとですね、YouTube で言うとタイトルになるかなと思うんですけども、これがまあどれほど効果的か、 確認するのに役に立つということになります。で、YouTube 動画の場合、約半分がインプレッションクリック率2%から10%の範囲ということだそうです。で、あまりにも低い場合っていうのは、サムネイル、タイトル設定見直すべきかなと思いますので、こちらの皆さん、頭に留めておいてください、えー。サムネイルの、あ、インプレッションクリック率ですね、失礼しました。インプレッションクリック率が 1%,、えー、1パーを切ると、これはもう作り替え必須という形ですね。まあ、狙っていくのはまあ5%前後ぐらいを狙っていきたいかなというふうに思いますで。どうしてもインプレッションクリック率出ない場合っていうのは、タイトルとか説明文とかタグとかですねで、正しい人に対して表示されているのかどうかっていうところの検証になってくるかなと思いますので、はい、こちらですね。まあ、サムネイルめっちゃ大事ですよというふうに思っていただけたらいいかなと思います。はい、でえっと クリック率の話、先ほど1%、2%でなければ改善という話をしましたけれども、高くて10%ぐらいいくみたいです、はい。次ですね、視聴回数から分かることということで、視聴回数、総数のみで判断しないというふうに書いています。動動画画アップすするとですね、動画の再生回数視聴回数が、数視聴 が多いとですね、うわ、すげえこの動画というふうに皆さん思われると思うんですけど、視聴回数はマーケティングする上では総数で判断するっていうのはちょっと、えー、短絡的なのかなと思います。オれ線グラフなので、長期的に見るという形ですね。数値ってあのは、時間のと、えー、時間に伴う変化を 分析していくっていうふうにイメージで持っていただけたらなと思います。YouTube 動画の場合、YouTube 動画以外でもなんですけども、このグラフ出ると思います。動画の旬とか役割がいつ終わったかっていう判断するための措置になります。具体的に見ていきますと、こちらの動画はですね、期間が2019年7月なので、約1年ぐらいの公開データになりますかね。まあ、集計したのは2月の時点での集計になるんですけども、 えー、公開から半年でようやく1日あたりの視聴数が増えてきましたというデータですね。こちら、1日あたりの、えー、日割りの視聴数グラフのデータですね。公開時7月はもうほとんど見られてなかった。2019年7月は見られてなかったんですけど、えー、そうですね、10月、9月入ったぐらいから割とパラッと見られるようになりましたというデータになっています。こちらはまあ勢いがあると。まあ、このまま若干そうですね、2月。 視聴数下がり気味ではあるんですけども、このままあ放置してもですね、何とか視聴稼げそうなんだなっていう印象を受けますちょっと下が,り下がり気味なので怖いですけどね。はい、続きましてですね、こちら、えー、改善が必要なパターンのグラフです。えー、この動画の場合はですね、えー、視聴期間の推移、えー、データとしては2017年ぐらいのデータだったかなと思います。でそこから数年、2、3年ぐらいかな。長期的なデータですね。 で長く見てみると、1日あたりの視聴者数なんですけども、えー、2017年の段階ではですねバーッとこう公開からこう右肩上がりに上がっていってたんですが、18年ぐらいから徐々にがり下がり始めて、ですね今はほぼ見られてないというデータになってます。これ、何が言えるかというと、1年以上経って、ですね1日あたりの視聴者数,視聴者数が視聴,さ視聴者数が減っているっていうことですかね。 えー、旬が過ぎたっていうことが言えるのかなと思うんですけどもこうなった場合はやはり、えー、動画の作り替えとかですね改善していく必要があるのかなと思います視聴者自持率見てもですね、えー、40分ぐらいの動画なんですねこれ実はなんですけども平均視聴者自持率としては15%なんで6分ぐらいでもうほぼやめてる視聴をやめてるっていうデータになってますから これは視聴,者視聴者の観点からも見ても、やはり作り替えが必要なのかなっていうふうに取れるかなっていう成果検証のためのデータになっております。はい、で最後に、えー、5番ですね。チャンネル登録というふうに書いてます。えー、チャンネル登録数を増やすには、ということで皆さん増やしたいと思うんですけども、えー、アップした動画のどれがチャンネル登録につながっているかを把握したいとかですね。 人気動画が出てきたら、その動画の関連動画を作成してみるというふうなのがあるかと思います。はい。で、チャンネル登録数増減の目安なんですけど、基本的な考え方として、動画をアップすると、なんかチャンネル登録、まあ、あのチャンネルの管理者からするとですね、イメージとしては、チャンネル、動画をアップすると、なんかチャンネル登録勝手に増えていってるみたいな感覚なんですよ、YouTube って。 Twitter とか SNS、他の SNS もそうかもしれませんけれども、えー、チャンネル登録がです、ね、定期的に増えているという場合は、チャンネルが成長中で、えー、動画のアップ本数とか頻度とか内容が視聴者に適している状態になります。で増えてない状態のときというのは、視聴者にとって興味ある動画がアップされてないとかですね、えー、いう判断ができます。えーまあ、反省するべきポイントがどこかにあるんですよね。それを見つけるのが結構 ハードル高かったりするんですけども、まあ、まずは内容とかですね、だと思います。で、その上でタイトルとかそういう本文とかですね、インプレッションに必要な設定類を見直していくことになるんですけども、YouTube チャンネルのですねアナリティクス、まあ、YouTube スタジオからチャンネルアナリティクスを確認して、チャンネル登録者の推移、低い場合は企画も含めて動画制作の体制を見直しましょうというのが、この成果検証で大切な5つのポイントなのかなというふうに。 見えるかなと思います。はい。以上ですかね。あのチャンネルを成長させる、えー、動画内成果を成功させる上で初心者向けの成果検証の見やすいポイントを挙げさせていただきました。はい。ありがとうございます。あと、はい、多分最も大切なことが。 あとうで一番最初頂い,い,いた質問でもお話ししたんですけども、えー、成果検証する上で大切なことというのがありましてこれほんと質問の内容素晴らしいかなと思い,思います。 成果検証もですね、動画の本数とか視聴回数が少なすぎると難しくなるんですね。いくら成果検証したくても、動画アップしてですね、1日後に再生回数2回なのに検証するっていうのは、その2人分のデータしか見てないってことになりますよね。で、えっと、例えば2000とか2万とか視聴数が増えると、まあ、その見た方に対してどういう分析できるかっていう幅も広がってくると思います。なので、チャンネルの成長のためにも、まずは動画アップし続けると。 その上で検証したりとか動画を作り替えたりしていくということが大事になりますのでこちらあの最初はねなかなか先が見えない作業で、えー、不安に思うかもしれませんけれども、えー、アップし続けてデータを取って PDCA を回していくというのを意識してやってみてください。 はいいありがとうございますまさに今の先ほどの質問のところで、ねはい、視聴回数が少なすぎると難しくなるっていうのは、まあ、最も大切なところに書いてあってあの多分その方からのコメントとして「あ,のありがとうございます」とまずは「自、はい、力で分析ベースになるまで頑張ることが大事ですね」っていうコメントを頂い,いてますけどもまあ、はい、上げ続けてそうですね自力で分析ベースになるところに持っていくっていうことも大切ですよね。 そうですねまず動画マーケティングっていうのはまず数ですね、数をたくさん作ること、その次に内容を精度を上げていくみたいなのが良いかなと、まれ、あ、わプロですから、そんな意識、内容っていうのはないですけど、あの初心者の方やられるときは内容もハードルになると思いますので、数を作る、内容精度を上げるっていうのをかなり意識してやっていただけたらいいかなと思います。ははいいありがとうございましたあの今日のの6回のお話は あのここまでとなるんですけれども、えー、と事前の質問また結構頂い,いておりますのでここからは事前の質問に答えていただきたいと思います。あとはチャットボックスでもあのご質問を書いていただけたらあの可能な限りは答えていきたいと思いますので是非是非チャットボックスの方にもコメントをお願いいたします。では、えー、と事前の質問の方に行きたいと思います。まず1個目はこちら これもすごく多く前からですね。あの、第6回に限らず、ずっとあのご質問でも結構多かったんですけど動画内製化の事例がある事例を教えてください。というえっとご質問をいただいております。はい、ありがとうございます。こちらなんですけども、えっ、ー、とスライドがですね。切り替わりまして。 はい、こちらですね。あの、実はですね、あの、当初から、えー、内政化の事例ご用意あったんですけども、あの、新型コロナの影響ででして、あの、まあ、コロナ以前とコロナ後ではですね、動画の作り方とかですね、こう動画に対する意識とかっていうのも随分変わってきたのかなと思って、まあ、一度、あの、ためた事例の方は、えー、取り置いて、 えー、いいもの、いいものというかですね、えー、に合っているものということで、えー、事例を何かできないかということで考えた上で、まあ、こちらの,あの会社さんのご紹介をさせていただきたいなと思っています、えー。こちら、あの、大阪のですね、えー、株式会社プレイリードックさんという会社さんでして、まあ、一度名前聞くと忘れない社名ですよね、えー。こちらの会社さんも動画内製化に力を入れておりまして、えー、企業理念が地球愛ということで、感動を送りたいとスローガンに、えー、作って、 使っても送っても嬉しい、えー、暮らしを豊かにするライフスタイルグッズとかですね、ギフトを企画販売されているんですね。で、えっと、これはあの、えー、ウェブサイトの URL、オンラインショップの方がですね、チャット欄に貼られていると思いますが、えー、担当のチームの方は3名いらっしゃって、えー、編集担当は1名ですね、えー、撮影時に、えー、残り2名の方が補助をするというような形ですで。そこに我々が支援として入りまして、 えー、動画撮影はですね、この動画作った方、後ほど動画見せますけど、初めてで、編集歴もプレミアプロをです、ね、使い出して2か月と、フォトショップもですね、2か月う、初めて使って2か月目で、まあ、ここまで動画を作り上げたというものがございまして、今日そちらの動画もちょっと見ていただきたいなと思います。VTR の方お願いします。はい、えー、こちらの動画ですね。 えー、撮影とかですね、デザインとか、えー、編集とか、すべてこのプレイリードックさんが行ってます。我々もサポートはしてるんですけども、最初にこうやるんだよというやり方をお伝えして、あとはもう、あのお客様の方でやっていただくというような形になってます。えー、本当に撮影が初めてで、プレミアをですね、ほぼ使うのが、えー使う、使うのがほぼ初めてだという状況で、えー、かなり試行錯誤しながら作られた、 動画になってます、まあ、皆さん、の同じようなですね、プレミア、今から始めようかなっていうふうに考えている方ですね、これは一つサンプル動画としては参考になるのかなと思います。2ヶ月でもやろうと思えば、ここまでできるというところですかね。えー、また、デザインもですね自分らで工夫してやってるっていうのが一つ大きいポイントになるかなと思いますので、えー、こちら事例として一つですね、えー、皆さん、本当、あの、 大したも門だと僕自身も思いながら支援させていただいたんですけども、ぜひ参考になさってください。はい。はい、ありがとうございます。そうですね。まあ二ヶ月でもここまでね、本当に作って作れるっていうところ、あとはやりたいことがまああれば逆にそれに向かってどう作っていくかっていうところがあると思うので、本当に。 そういう軸からですね。あのやっていただくのもいいのかなと思います。はい、はい、ありがとうございます。ではですね。はい、えっと次の質問に行きたいと思います。えっとまホームページの閲覧やお問い合わせが kpi の場合、ホームページにおいて効果的な動画の利用方法を教えてください。というご質問をいただいております。はい、ありがとうございます。えま、こちら動画の利用ということと。お 閲覧数を問い合わせ、いわゆる CV ですよね、増やそうという話で、お問い合わせを増やすには当然アクセスを増やさないといけないので、アクセスを増やすというのがまず第一前提になるかなと思います。その上でですね、広告じゃなくてお金をかけない検索対策みたいな話をさせていただきますと、お客様がですね、検索しそうなキーワードを中心に、 1キーワード1動画で、ブロック的に動画を、動画コンテンツを蓄積していくのが、今の動画マーケティングの基礎になっております。その上で、例えばですね、製品の特徴とかですね、サービスの概要を、特にそのサービスが、お客様から見ても、弊社のサービスは、ここが特徴できたよっていうところですね、動画で説明をすると。 その上で、その、例えば、御社の、御社の、そのウェブサイトのあるページの内容と即している状況ですね。えー、ウェブサイ御社のホームページのあるページの内容と、今から作ろうとする YouTube 動画の内容が、内容が似ている、同じだというのがですね、Google、YouTube 判断が、Google が判断できる感じになりますので、そうなると検索の評価が上がりますという話になります。これをですね、えー、本当はホームページに動画を掲載していて、 アップするっていう総力もあると思うんですけども、ホームページと動画のこう親和性みたいなので検索を取っていくみたいな、そんな感じのイメージでアクセスを増やしていくっていうのが動画マーケティングの基礎になるかなと思います。広、ま、告、あ、はちょっとね、また動画作って、えー、いろんなキーワードを仕掛けしていくっていうのでまた別になるんですけども、まあえー、お金使わない動画マーケティングはそこが基礎と。で、えっと、動画の内容の2の方になるんですけども、アクセスが増えて動画見ても、えー、問い合わせが増えない、まあ、そういった場合はですね、 えどのジャンルでも、えー、どの業態でもそうだと思うんですけど、営業の方がいらっしゃる、あるいはお問い合わせメールのお問い合わせ内容をたくさん見ることができるっていう場合は、えー、お客様からの要望とかですね、質問の内容っていうのは、えー、普段ウェブサイトを見ているお客様が思うことにつながってくると思いますので、そういうトピックを中心に動画のシナリオとか内容を検討していくとかいうのが、というのが良いかなと思います。1キーワード1動画でウェブサイトに YouTube にあるいは SNS に動画をたくさんアップすると内容の方は営業さんとかお客様からの要望質問に対して網羅的に内容を作り上げていくというところでマーケティングの方をかけていくというのかなと思いますのでちょっと難しい話かもしれませんがこちらでホームページ効果的に動くと思いますぜひ試してみてくださいありがとうございますそうですね1キーワード1 動画だったりとかは、まあ、そうですね。検証だったりとか検証もしやすかったりすると思うので、まあ、いろんな作り方をほん試されてみるのもあり、なんじゃないかなと思います。はい、ではですね。次の質問に行きたいと思います。はい、これも結構学校系のご質問をあのいただいて結構頂い,いておりまして、youtube を使っての学生募集と成果検証についてだったりとかまあ、学校でその内製化している事例などありますか？などですね。はい、結構その学？ 学校だったり大学あの学校関連のご質問いただいていますがこちらいかがでしょうかはいありがとうございます、えーまあ、コロナの影響で、えー、オンライン説明会がですねすごく多いのが今年のオープンキャンパスとかの印象なのかなと思います、えー、私非常勤やりだしてですね香川短大で えー、動画の授業をですね、えー、簡単なものを対面でもやってましたし、今年もオンラインオープンキャンパスということで、えー、簡単な授業を高校生の皆さん、させていただきました。まあ、どの大学さんもですね、まあ、予算がないというところですね。で、えっとまあ、地元の話にはなるんですけども、えー、香川大学の医学部さんからお話をいただきまして、えーまあ、やはりコロナの影響で、えー、予備費みたいなのがないので、 アドバイスいただけませんかということで、えー、我々の方で動画を拝見して、いろいろこうですね、えー、こんなことをした方がいいんじゃないですかとか、こういう構成でいったらいいんじゃないですかということでお話をした経緯とかもあります。本当に、あの、フォロー、えっ、ー、と、オンライン説明会、オープンキャンパスオンラインオープンキャンパスっていうのはですね、えー、ホームページに各大学のウェブサイトに記載しているものとは別に、えー、と限定公開とか非公開の状態で、非公開じゃないな、えー、と限 限定公開の状態で皆さんにお伝え、お,しお知らせしてで、そのオープンキャンパスが終わると、まあ、閉じるみたいなイメージがあるので、ちょっと3分の方が少ないんですけれども、えー、私があの勤務している香川丹大ですね。こちらの動画がちょっとございまして、えー、ご覧いただきたいんですけれども。はい。こんな感じでですね、えー、学生さんが出るっていうのが一つ特徴で、 でえー、先生方とかですね、えー、事務方の方々が、えー、工夫して動画を作っていらっしゃるっていうのが、本当に、あのー、教育現場の今の実情になってくるのかなというふうに思います。えー、香川短大のデザインアートコースの場合も、えー、先生方でですね、GoPro を購入して、でその GoPro を持ってですね、学生に出演していただいて、学生が、えー、作業している、コンテンツ作りしている現場を取材するような形で、 動画を構成していっていいっると、まあ、そこにですね、えー、学校さんによってはスライドでですね、えー、募集要項定員とか、えー、授業料とか、そういうものを載せていっているっていうパターンが結構多いのかなと思います。で、割と長くなりがちなので、私は短くした方がいいんじゃないかなと思うんですけども、えー、長くなるのが一つ特徴なのかなというふうに思います。はい。そんな感じですかね。<laughs> はい、はい、ありがとうございます、はい、そうですよね結構まあ大学さんだったりもやっぱり動画を使っていろいろ学校紹介だったり学部紹介っていうのをされている部分もあると思いますので、まあ、こういうのもすごく参考になるのではないかなと思いますはい、はい、ありがとうございますではですねえー、っと次の質問に行きたいと思いますはいこれも実は前回もご質問いただいてた 今日もですねご質問いただいてるんですけどもあの結構毎回質問が多かったりするのでえっ、ー、と改めて入れさせていただきました動画に入れる音楽主に BGM や効果音の選び方や著作権についてということでですねご紹介いただけたらと思いますはいありがとうございます、えー、こちらですね効果音 BGM の選び方ということなんですけども 本当はこちらの見えない、目に見えない部分になりますので、感性に影響される部分になるかなと思います。ですので、まあ、このやり方じゃないとダメとかですね、これが絶対の正解だっていうのはないっていう前提でお話をしていきますと、えー、私の個人の考え方としては、動画の完成度というのは、まあ、音楽が6割、動画が4割ぐらいの完成度のシェアを占めているのかなと思います。なので、動画の見た目の方をいくら詰めてもですね、音楽がバチッと合ってなかったらですね、なかなか 見応えがないものになっちゃうのかなというところですね。その上で私のおすすめとしては BGM はやはり動画の雰囲気を最大限に増幅させ,させるものが理想かなというふうに思っております。はい。はい、で、えっと、こう、そうですね。で、編集時、撮影時に BGM とか効果音のイメージをしながら作るのが良いのかなと実は思ってまして、その上で 斬新さを求めるなら皆さんが今お作りの作品とかジャンルによくある BGM は避けるっていうのが斬新さを表現するポイントになるかなと。で、効果音もまあ全く同じではあるんですけども。 えー、低音の BGM なら高い音の効果音が響きやすいですよとかっていうのはあるのかなと思いますし、またその逆も言えるのかなと思いますので、えー、効果音 BGM の選び方、やり方については、こちらちょっと、えー、そういうふうに思っていただけたらなと思います。えー、そして、えー、著作権ですね。こちらの、ものづくり、コンテンツ作りする上ではめちゃくちゃ大事なことなんですけれども、まず、えー、と著作権なんですけど、こちらの作品作った人がコンテンツをコントロールできる権利です。 これまず一つ覚えておいてください。で、さらに動画撮影が伴いますよね。その場合は撮影される側の権利、まあ、肖像権とかって言われるんですけども、そういった権利があります。この肖像権と著作権、あの本当、えー、この著作権法という法律、著作物とは何かぐらいの条文をちょっとものづくりする人としては、特に動画で、えー、と物を売るみたいな形になる場合ってなおさらですよね。 動画自体が商品になる場合はなおさら見えると思うんですけども、著作物が何かというのは、えー、これあの、皆さんあの調べてですね、えー、答えられるようになっておいた方がいいかなと思いますので、ぜひチェックしてください。で、えっと、作品を作った人がコントロール、コンテンツをコントロールできる権利、これ著作権,著作権というお話をしましたで。著作権フリーの音楽とか、えーあの、素材集っていう言葉がありますよね。これは作品を作った人が、 皆さんに公開しますよっていうコントロールを宣言しているという意味合いの著作権、皆さんフリーに使えますよと、あの自由に使ってくださいよっていう意味になりますので、無料の著作権フリーとかですね、有料の著作権フリーとか、言い方がややこしいんですけども、この著作権フリーのフリーは、無料っていう言葉を含むか含まないかも含めて、使い方としてどういうふうに考えるべきかっていうのをちょっと意識していただきた方がいいかなと思います。無料で公開しているものでも、 えっと、その人がダメだよっていう使い方もあったりするので、厳密にはフリーと言えないパターンもあります。まあ、その上で、えー、例えば、えー、YouTube さんがですね、何、えー、て言うんですかね、音源として、えー、使っていいよっていう風に公開している部分が音楽ライブラリとしてありますので、チェックしていただきたいなと思いますし、えー、AdobeStock というです、ね、その内集サイトが。 あります。こちらに関しても、えー、たくさん画像とか音楽アップされてますのでチェックしていただけたらいいんじゃないかなというふうに思いますので、えー、よろしくお願いいたします。はい、以上です。はい、ありがとうございました。えっ、ー、と補足としてですね、そうですね、結構そのフリー音源ってフリーって今本当に安倍さんが 無料っていう意味とそのコンテンツの権利がフリーっていう意味の2つがあるので、えっと、YouTube に上げる場合はですねそのコンテンツがフリーにあの使っていいよっていう許可が取れているものじゃないと、えっと、映像を結構落とされてしまったりとかしてしまうのでそこはすごく注意,がな注意が必要かなと思います。で1つですねそのコンテンテツ 著作権フリーになっている音楽というものを Adobe が提供している AdobeStock というサービスがございましてちょうどですね今年の6月に AdobeStock の方も音楽を提供開始いたしましたちょっと簡単に AdobeStock のページをご覧いただきたいんですけどももともと写真だったりをストック素材として提供しているサービスになるんですけどもここでオーディオというものがございます。 でここでですねいろいろ検索をしていただくと音楽を選べるんですけども何なんかなんかちょっと待ってですねテンポでいくかなまあ、とりあえずちょっと何か言ってみますねでなんかいろんなですねムードとかジャンルとかテンポとかこういうふうにですねえっと選んでいくことができます今ですも3万曲以上の音楽をえっとダウンロードすることができますまあ、有料にはなるんですけれども例えば、まあ、YouTube に上げたいとかそういう場合にはですねえっとこの ぜひです、ね。アドビストックで、えっ、ー、と、検索していただいて、そのアドビの製品のプレミアプロだったりとの連携などもありますので。ご興味ある方、はぜひですね。お試しいただければと思います。はい。あ、ちょっと、そうですね。今のこの音楽関連で質問。 があるのでそれを先に言ってししままいましょうか,、はい、なんかどういうジャンルの音楽が一番視聴者数が多いですかっていう質問が <laughs> 来てますけど、まあ、もちろんねあのその何動画にもよると思うんですけども、ね、逆に今阿部さんので面白いなと思ったのはそのジャンルでよく使われてるムードと違うものを選ぶと引きがあるっていうお話もあったりしたのでそういう部分もあるんですよね。 あのやっぱり僕動画で撮影好き編集好きなんですよねその撮影してきたものをプレミアに並べて、えー、楽しいっていう感覚の人なんですで音響の方々とかですねいわゆるそのホーリーさんって分かりますかねその効果音を作るような仕事されている方々の感性ってやはり特殊で我々はこんな感じの音楽だったらいいかなと思って、えー、音楽 をつけてもらう作業ですね BGM とか効果音とか音楽の調整全部音量の調整も全てしてもらうサービスあのをやってる音響会社さんがあるんですけど、まあ、そこに出すとですねもう見事に期待を裏切ってですねあこう来るかっていう。 なんか竜みたいなの叫んでるやないかっていうぐらいなんかそこで竜いるみたいな感じやけど何回も見るとおやっぱ味があっていいねっていう形になってくるんですねなのでやっぱプロの領域までいくといいものがあの作れるいいものを作れる理由はやっぱりいいものと悪いものをしっかり見て判断できるようになってるっていうのがあるのかなというふうに思いますで視聴回数を稼ぐために音楽がというよりかやはりこれはもう皆さんのメッセージ性だと思いますので そこを増幅させる BGM っていうつけ方をすると多分皆さんも BGM 選択しやすいと思いますのでそんな考え方でぜひ、えー、音楽の方もですね音楽、えー、音響効果ですかね BGMSE いろいろ、えー、検討してみてくださいはい、はい、ありがとうございますちょっとまた補足になるんですけど私の、えー、とホームペ,あ、えー、とページを見ていただっ、えー、と今のコンテンツ ID の ののコンテンテツというのがあるんですねでその、えー、っとご紹介をちょっと,、うん、えっとしたいと思います、えーっと。これがさっき言ったそのこん、えー、っと著作権フリーのものが、えー、じゃないと YouTube に上げた時に落とされてしまう可能性があるんですね大体。うん、なのでそれを AdobeStock オーディオでちゃんと買えばその著作権フリーの音楽ですよっていうことを証明できるようになっているんですねでそれのちょっとここ結構ですね。 あの難しい難しいというかその著作権の話とかいろいろ書いてあるページでコンテンツ ID を取得して入れてくださいっていうようなやり方だったりが書いてありますのでもしそのようなえっと著作権の話とかもここを読むと意外と分かったりすると思うのでもしあのご興味気になる方はですねここをまずご覧いただけるといいかなと思います。はいというところが「音楽関連」の話になりますかね。なんででフリーって言っててて言ももそそののの無料ので落ととしても意外とその えっと、著作権フリーじゃないものがあったりすると結構作った動画をそのまま落とされてしまって意外と大変だったりするのでその辺りはですね是非気をつけて音楽選びをしていただくのがいいかなと思います。はい、はい、ということが、えー、と音楽系の話ですねはじゃあちょっと次の質問に行ってみましょうか。はい はい、では次の質問いきます。えっ、ー、とプレミアプロやアフターエフェクツ、まあ今ちょっと勉強していてこれからちゃんあの本格的に使おうと思っているんですが、えっ、ー、と動画制作におけるヒントや考え方があれば教えてくださいというご質問をいただきました。プレミアを勉強している、はい、アフターエフェクツ勉強しているということで、えー、考えます。ちょっと私あのもう長いこと使ってますから初心者の感覚っていうのは全く。 今はもう手元というかですね、体感できないんですけども、私が初期ですね、えっとまあ、仕事にする前に練習してたときとかですね、えー、こういう仕事したいなと思って学習してたときなんかはですね、えー、こう、なんかテーマ決めずにいろんな動画の編集をしていくとですね、やっぱなんか完成が見えずに途中でやめちゃうんですよね。なので、えっと、まずですね、皆さん10秒とか5秒とかも,もう本当に短くて大丈夫なので、 えー、皆さんの技術の最高が出せる動画にですね、撮影も含めてですよ。で、テロップとか BGM 交換音をつけるだけの動画を一度も完成させるっていうのが良いのかなと思います。えー、その長く触るということと動画を一つ完成させるという経験則っていうのはちょっと僕は別だと思っているので、とにかく短くても動画を完成した、させたっていう経験をつけていくというのを、えー 前提に動画をと,とにかく作る、完成させるということを意識してやると。でその上で、えー、Adobe さんのツールの場合は、まあ、プレミアと AfterEffects ダイナミックリンクという機能で連携できたりとかですね、えー、先ほど田中さんの方から紹介があった AdobeStock でも、これ、プレミアのお編集画面から、えー、コンテンツをダウンロードして、えー、そのまま使用したりすることができるというところで,で、連携機能がですね、いろんなアプリ間でたくさんあります。 そこを踏まえて、イラストレートとかフォトショップを使いながら、プレミア、アフターエフェクト使っていくっていうのは、僕はすごくベタなのかなと思うんですけども、各アプリケーションの連携ですね。この部分がアドベ e さんの強みっていう部分と言えると思いますので、まずは作れる、完成させれるようになると、完成が可能になるというところ。そこから、例えばプレミアだけで作ったら、 テロップの機能とかアニメーションの機能ア After Effects で作ってみると。で、さらに After Effects で作ったら素材を Premiere、えー、Photoshop で作るえ。次はイラストレーターでその同じ素材を作ってみるみたいな感じで練習を重ねて、そこから長い動画も作れる、尺が長い動画も作れるようになられたらいいんじゃないかなというのが、僕のこれから Premiere After Effects 使用するときのアドバイスとか考え方になるかなと思いますね。はい。 以上ですはいありがとうございますあとはまた補足にはなるんですけど、まあ、これから使われる方先ほどもあのご紹介した Adobe Stock なんですけれどもここにですねその、えっと、テンプレートというものがありますでこれがですねそのプレミアプロに使えるテンプレートだったりがですね結構、えー、っと入っているんですね。でこれテンプレートどういうテンプレートかというとこういう動きのある今私がひ左上をホバー表示しているんですがこういうような えっと、テンプレートを。 これアフターエフェクツでもちろん作ることもできるんですけども最初はなかなか大変だったりするのでこういうですねテンプレートを購入して作ってみるなんていうこともありなんではないかなと思いますなのでこれも有料無料あるので無料のものも結構あったりするので、えー、とそういうものをですねまずは使ってみていただくといいんじゃないかなと思いますでここで、えー、とプレミアプロのものプレミアラッシュのものだったりというのを選ぶことができますので、まあ、もし今からちょっとプレミア触ったけどもかっこいいのを作りたい いいう方がいららっっしゃったらまずテンプレートを使ってみるとあ意外とこういうのが必要なんだっていうのが見えてくる部分も一から2タエフェクトで作るとですね何をやっぱりほんと作ったらいいか分かんなかったりする部分もあると思うのでまずこういうのを参考に自分のどういうふうに作りたいかっていうのを方向性を見いだしていくっていうのもありなのかなと思います。はい、はい、ありがとうございますと質問に関してはですね、えーとうん、今日事前の質問は、えー、と以上なんですけども。 まだ時間があるので今日の質問について、えー、とちょっと,、えー、とお伺いしたいと思います、えーと。多分さっきの大学のあれかな、えー、と映像を見て結構目線が生徒の目線があったと思うんですけど、動画を撮影するとき目線の高さは意識した方がいいですかというご質問が来てますけども、多分生徒の方々の結構目線とかが合ってたような私も気がしたんで、なんか目線をそうです、ね、はい。僕あのカメラ目線めっちゃ苦手でして。 あの普段撮影してるのに何言ってるんですかって言われるかもしれないんですけど、カメラマンはみんなカメラ目線苦手だと思います。するのがですよ。はい、なので、えっと、目線はあの大事ですね。えーかまあ、まずカメラ目線にするべきなのか、まあ、そうじゃないのかっていうのをしっかり決めた上で、えー、目線をコントロールする必要があるのかなと思いますので、えー、普段、動画いろ、えー、んな動画皆さん見られると思うんですけども、目線がまあ、 そういった動画よりも外れると逆にクリエイティブになっちゃうみたいなところがあるかなと思うんですけども、うん、ま,まずカメラ目線かどうかっていうところですかね、まあ、そこから、えー、どういうふうに目線を置くべきかって考えられたらいいですかねはいはい。そうですね結構これは、はい、もしかしたら作るえっ、ー、と。 なんでしょものに寄ったりすると思うんですけどもそうですね最近は結構本当に、まあ、私の実感でもありますけどもそのオンラインウェビナーだったりみたいなものをがな内成果で作るってなると、はい、やっぱりあの視聴者に向けて話すことをするので、まあ、私が逆にそうなんですなるべくカメラ目線で話すようにはなかなかできてはいないんですけどしたりとか誰に向けて話すかとかやっぱり本当クリエイティビティを クリエイティブの方を注力するんだったらあえてカメラ目線外すっていうのもあると思うんですけどもそれも本当に作るる映像によるのかなと思います結構こういうようなウェビナーはなるべくカメラ目線の方が、ね、まあ皆さんがどう感じてるかもかないと思うんですけどなるべくカメラ目線を私はは意識すするようにはしてますねカメラがだいあの目線ぐらいの高さになること多いと思うので。まあ、自然的にあの そうなりますよね、はい、あのこういうウェビナーだと,とカメラの頭の、えー、高さぐらいにカメラがあって必、うん、然的にカメラ目線になると。ああいうあの紹介動画に関しては全体を映す必要があるのでなかなかカメラ目線と、えー、カメラと頭の位置を常に一緒にするというのは難しいかもしれませんけれどもケースバイケースで考えていただけたらと思いいますはありがとうございます。 そそうううですすねそういいう感じかなと思いますあ,あとはですね YouTube でのハッシュタグのつけ方は Instagram などと同じで良いですかっていうご質問が来てますね。はいえっとまずですね、えー、なんか意味がわからないハッシュタグをよした方がいいと思いますね。あのなんかこう誰か友達にハッシュタグで何か伝えてるみたいな感じのハッシュタグっていうのは検索されないと思いますので。 動画マーケティングっていう観点で言うと、ハッシュタグは検索されるような大きいキーワードから網羅的に、えー、扱っていくという形ですね。例えばその、まあ、自動車とか車とかで、車種、まあ、メーカーさんの名前、車種名っていう感じで、えー、大ジャンルから小ジャンルに行くような形でハッシュタグつけるっていうのを僕、いつもやってるんですけど、あの本当、皆さんが検索しそうなキーワード内にとどめるということころですかね。 で十六個以上タスタグちょっと YouTube 向こになりますので、えー、YouTube の場合は十十五個までということで、えー、よろしくお願いします。はい。はい、以上です。ありがとうございます。あとはあえっ、ー、と a d o ストックの素材は商用でも使用可能ですかっていうあのー、話がありました。えっ、ー、とそうですねちょっとですねこれいろいろまだえっ、ー、とできるできないっていう部分あの YouTube に上げるっていう話。 えっと YouTube に上げるのは OK っていうのもあるんですけども、その商用の範囲だったり、あとはですね、お客様のそのえっ、ー、とストックの契約内容によってもですね、あの結構変わってくる部分がまだまだちょっとありまして、もしあのご興味あれば、あのお問い合わせいただいたりして、えっ、ー、とまずはですね、お伺いしていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。あとはそうですね、大体ですかね。はい、あえっ、ー、とですね。 あとちょっと最後1個にいきますかなえっ、ー、とこれにいこうかなどうすみませんこれもちょっとテクニカルな話かもしれないんですけどもノイズキャンセルはどうしていますかっていうふうにえっ、ー、と聞いていますねノイズキャンセルこれは音のノイズキャンセルかな音楽の話なのかな、はい、だと思っていいかなはい、はい、えっとノイズ、まあ、めちゃくちゃいい質問ですねあのプレミアはですね えっと、ラッシュもあったかと思うんですけども、プレミアムの方がさらに細かくできます。ノイズキャンセルする機能が、エッセンシャルサウンドという機能にありまして、こちらを使うと、本、え、当、ー、ワンクリック、ツークリックぐらいの間隔。で、プラス数字もですね、まあ、10までの数字から7とか8とか同いを選べるんですけども、この機能だけで、 例えば皆さんウェビ、自分のこうウェブ会議の動画とか撮影したときに、パソコンのファンの音とかですね、エアコンの音とかがさーってなっているっていう、それを若干緩和することができます。プレミアの場合、まあ、特にオーディションの,の場合はかなり、えー、消せるというかですね、消せるというか、えーまあ、目立たなくなるっていう言い方ですかね、目立たなくすることできるんですけれども、えー、本当、プレミアのエッセンシャルサウンドは、 ノイズキャンセルの機能を本当簡単に整えてきてくれてますので、皆さんもぜひチェックしていただけたらいいかなと思います。はい。はい。ありがとうございます。あ、時間になりそうですが、ちょっと一個質問があって聞きたい部分だと思うので、えっと先ほどのプレーリードッグさんのあ,、はい、あの作られた方がどのような方々、はい、とどのように支援に入ったかっていうのを <laughs> えっとちょっと最後簡単にご紹介いただいてもよろしいでしょうか。 まあおえっとそうですねどのような方かというのは個人情報になるのであれですけど、はいまああの大阪のですねえっと本当大阪人って感じの女性ですね有名 <laughs> あの有馬先生の非常にある方でいつも突っ込まれてますでいすみませんもう一個の質問あえっと、はい、安倍さんがどのようにご支援されたのかっていう感じですねあはい分かりました、はい、えっとまずですねえっと支援内容としてはえっとまあどういうことをしたいかをお伺いしてでその上でえっとまあ お互いのゴールを決めようって話をさせていただいたんですね。まあ、それと並行して、まあ、まず作ってみようってことで、まあ、一度、あの、撮影会みたいなのを開催しまして、えー、ある対象をですね、えー、こう置いてで、それをこう照明炊きながら撮影するっていうのをレクチャーさせていただいたっていう、現地でレクチャーしました。でその上で、えー、編集のやり方をオンラインセミナーみたいなのでやって、で、えー、じゃあ、ちょっとチャレンジしてみてっていうことで、完成した動画を、 拝見して、まあその上で私はうちのスタッフからこんな感じでデザインされたらどうですかみたいなご指導させていただいたという形になりますかね。はい。はい。はい。以上です。はい。わかりました。ありがとうございます。だんだんですね、もう時間があっという間になってきましたので、今日のえっ、ー、と内容はほぼ以上になりますが、ここからはいろんなちょっとご紹介をえっ、ー、と告知等々させていただきたいと思います。えっ、ー、とまずですね、私の方えっ、ー、と PC を 見せていいたただきたいんですけども、えっと、アドビのですね一番いつも毎年大きいイベントとしてアドビマックスというものがあるんですけれども、えっと、アドビマックスいつもえっとパシフィコ横浜で日本でやっていたんですが、えっと、このような状況ですねオンラインになりましたですべて、えっと、これがまたですね世界同時配信、えっと、56時間ですね あのずっと継続してオンライン配信をやっているというイベントに今年はなっておりまして日本時間ですと10月の21日から23日になっておりまして、えー、っと結構です、ね、そのビデオのセッションがものすごくあるんですね。 ちょっとビデオっていうふうにはですねくくれてはいないんですけども、えー、と例えばですね、えー、と10月の22日の午後はですね、えー、と今見えますかね2時から3時半にですね、えー、とビデオの製品の紹介だったりとか、えー、と作り方などもありますでここにですね小島春菜さんが、えー、Vlog というものが今流行ってるんですけども Vlog の作り方だったりなぜ Vlog を始めてるかみたいなきっとこれから動画をですね始められる方にかなりですね有益になる情報だったりもするんじゃないかなと思いますのでですねぜひ こういうものもですねチェックしていただけたらと思います。あとはですね動画内製化関連で言いますと,、えー、とメルカリの方にですね、えー、と登場いただいてその本当動画内製化をどのように進めているかみたいなようなお話もですねありますのでぜひですねこのアドビマックスも、えー、とチェックしてぜひご登録いただけると幸いです。はいでは安倍さん今日。 えともう第6回最終回になりましたけども今日を含めて、はい、あとは、まあ、この第6回全部含めてでもいいんですけども何か最後に言葉お言葉をいただけると嬉しいですまとめの。はい、はい、第6回ということで全6回にわたって皆さんご視聴いただきありがとうございました。えっと、本当あの私もですね初心に帰って皆さんが動画作る時の課題ってどうだったかなみたいな感じで思い返してみたんですけども、まあ、作った数がやっぱり大事なのかなと思いますね。 特に、まあ、マーケティングで、企業でどうしても成果出さないといけない視聴者の皆さんに関しては、1キーワード1動画で動画をとにかく作ると。まず数なんだということ。でその上で、数、えー、を量産した上で内容の精度を高めていくみたいな感覚で、動画マーケティング実践していただけたらいいのかなと。で迷ったときは、まあ、私のところに、ね、連絡をみたいな感じで思ってますので、えー、あるいはアドビさんの、えー、と内製化のウェブサイトをチェックしていただけたらいいかなと思いますので、ぜひ。 動画内製化実践してみてください。はい、はい、以上です。ありがとうございます。安倍さんの問い合わせ先最後出してあれですかね。はい、もし何かあれば安倍さんの方でも答えていただけるということなので、はい、はい、えっ、ー、とししぜひ、はい、はい、あの何かあれば皆さん、えっ、ー、とぜひですね動画内製化を始めてそれを続けていただけると私たちもこの第六回のセミナーを <laughs> あのやった。 甲斐があるのかなと思います。ではですね。あのあっという間にこの第6回、えっと終了となります。皆さん、あの見て第6回とも見ていただいた方、ちょっ今日まあ、見ていただいた方ありがとうございました。今後も何かしら動画内製化に関してのウェビナーも検討していきたいと思っておりますので、また何かありましたら皆さんにご案内させていただきます。それではご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。